より小さい第92回全国高等学校卓球選手権大会日時8月8日から8月13日場所北海道北ガスアリーナ札幌46札幌市中央体育館12日第92回全国高等学校卓球選手権大会以下インターハイでは女子学校対抗決勝が行われた3年連続同カードとなった女子学校対抗決勝は 連覇数が二桁の大台に迫った四天王寺の青木幸と賢吉優香が先陣を切った。一番シングルスの賢吉は上田氏の、明徳義塾、相手に、得意のカットで終始試合の主導権を握り、ゲームカウント3対0のストレート勝利。二番シングルスの青木も中本京月、明徳義塾、相手に第一ゲームを取られそうになるもデュースまで粘り逆転。お互い一歩も引かないラリー戦となったが、 青木が冷静に緩急をつけて中本を揺さぶり、あと2ゲームを練習した。3番ダブルスでは、藤田智子、伊藤品、四天王寺、ペアと渡辺シンバ水野水木、明徳義塾、ペアが激突。後がない渡辺、水野ペアとしては序盤から流れをつかみたいところだったが、第1ゲームから猛攻を仕掛けた藤田、伊藤ペアが先制。続く第2ゲームも,ものにした藤田、 伊藤ペアは第3ゲームでも主導権を握り10の2でマッチポイントを迎えるそして最後は伊藤のフォアストレートへのドライブが決まり試合終了マッチカウント3対0で明徳義塾を完封した四天王寺が女子学校対抗の連覇記録を前人未到の10に更新した女子学校対抗決勝結果より小さい0四天王寺大阪3・0名徳義塾 高知ゼロ金ネキチさんのゼロ上エダの11マイナス11分の7マイナス11分の7の8ゼロ青木幸さ,さんのゼロ中本京月121分の1011分の980藤田智子伊藤シさんのゼロ渡辺新葉水野水ず十111 11分の3マイナス11分の8の2藤田智子渡辺新葉原名水野水ず